うわ、味があるな。あ、うまい。このゼリーがめっちゃいい味出してます。なんかちょっとお祭りっぽいな。最高じゃねえかよ。プーケットに来て焼きおにぎり。いい感じにさびれてますね。だってほら、イモリがいる。めっちゃうまそうやん。しかも焼き餃子やん。このココナッツ落ちてきたら絶対死ぬよね、これね、頭当たったら。なんなんこれ。なんでこんな人気なんこれ。車欲しいか。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。お元気で。はい、おはようございます。今日はね、土曜の朝なんですが、チェックアウトしてからね、これからバイク借りて島を一周してみます。めちゃくちゃ晴れてますね。ちょっと今からバイク乗るのはきつそうなんで、ちょっとどっかで休憩してようかなと思います。はい、カフェに来ました。ちょっとね、昼飯がてらサンドイッチとコーヒーでも飲もうかと思います。まあ、かなり普通な BLT サンドイッチが来ましたね。ちょっといただきます。あ、うまい。綺麗ね。もうここまで来ると完璧に地元の街って感じがしますね。ビーチにいたあのパトンビーチとかよりもやっぱり全然店の毛色がね違いますね。観光客向けの店はなんかあんまりないような気がします。はい、皆さんこんにちは。今日のホテルはですね、サビレリゾートです。結構ね、中心街から離れたところにホテル撮ってみたんですけど、いい感じに寂れてますね。だってほら、イモリがいる。ヤモリか、イモリか。いや、もうかなりなんかちょっと若干怖いぐらいのね、寂れ方してるんですよね。もうちょっとね、雰囲気ありますね。まあ、決して、悪い作りではないんですけどね、ちょっと人があんまりいない感じです。今からね、お姉様が部屋に連れてってくれるみたいです。プールありますね。あ、いいじゃないですか。綺麗。作りがめっちゃ簡素だな。学校のドアみたい。学校の教室のドアみたいな、サッシですね。中丸見えやん。わ、謎に。ツインベッドだ。Have to. OK。 まあ、綺麗っちゃ綺麗ですね。Give me. Sound right? あ、OK、OK。わかったわかった。はい、どうもありがとうございます。カプンカー。あ、でもなんだかんだ言って結構いい場所ですね。都会から離れて、すごい静かな場所にあるし。なんかセミも鳴いてるし、海近いし、なんかいいな、ここ。さてさて、なんかもうぼーっとしてたら夜になったんで、飯でも食いに行きますかい。ちょっとね、デポジット取られて今お金すっからかんなんで、ちょっとお金調達してから行こうと思います。はい、ということでね、晩ご飯はドイツ料理屋さんに来ました。マジでバイク乗って飯食うぐらいしかないわけですよ。デザートがうまそうだな。チーズケーキ頼もう。チーズケーキと、ちょっと朝食っぽいな、全部。ドイツ料理。まあ、とりあえずじゃがいもと、あ、ソーセージ食えばいいか。ソーセージ、じゃがいも、デザート。よし、これでいこう。マジでザ・ジャーマンみたいな飯が来ました。パンと、ポテトとソーセージとサワークラフト。なんかプーケット来てからマジで2日連続で芋食ってますね。まあちょっとうまそうですね。いただきましょうか。はい、じゃあまずはね、芋から食べます。あ、うまい。なんか味がしっかりある芋ですね。下味がちゃんとすごいしっかりついてます。あー、これもうまいわ。サワークラフトうまい。あ、やば、ここめちゃくちゃうまいかもしんない。うまっ。これ絶対ソーセージと合う。ちょっとソーセージと
サワークラフト絶対うまいわ。こんなん、いただきます。うまい。ちょっとマスタードもらったんで、マスタードもねちょっとつけてみます。あ、やばい、つけすぎた。絶対うまいわこんなん。うまっ、最高。とりあえずね、ご飯食べてホテルに戻ってきたんですが、まあやることもないんでね、ちょっと昨日行ったビーチとはね、別のビーチに来ました。ラバイビーチとね、いうそうです。まあ、こっちの方がね、観光客があんまりいないんで、リゾート感はありますね。ちょっとプラプラしてみましょうか。めっちゃ暗い。桟橋がありますね。桟橋行ってみたいな。桟橋綺麗だな。なんか釣りとかできそうだな、あそこな。ちょっと歩いて行ってみますか。こっちの海の方が全然波がないですね。かなり穏やかです。いやー、釣りやりてえな。桟橋のね、だいぶ端の方まで来ました。なんか家族連れと、ちびっこギャングとカップルが集まってますね。まあ、ここがなんか、なんだろう、ハングアウトスポットみたいになってんのかな。今ね、夜10時ぐらいなんですけどね、みんな小さな街灯の下にね、集まって喋ってますね。なんか海はね、なんか魚は結構いるっぽいんですよね。ちっちゃいやつはね、こっからでも見えるぐらい、かなり大量にいますね。まあ、ただ大きいやつはどうなんだろう。いいのかな。でもまあ、このちっちゃいやつを食べに来るはずなんで、いると思いますが、まあ皆さんここで釣りやってますね。魚ゲットした人いないか見ていきたいと思います。まだね、なんか釣れてる感じはなかったですね。さあ戻りますか。いや、まあなかなか楽しかったですね、この桟橋も。はい、ちょっとねホテルに帰ってきました。もう疲れましたね。なんか疲れを取るために来たのに、なんかいろんなことやっちゃうんでね。まあ疲れますね。ちょっとプールサイドで横になって休もうかと思います。なんか星が見えますね。なんか思うのが、このヤシの木はベリーナイスなんだけど、このココナッツ落ちてきたら絶対死ぬよね、これね、頭当たったら。なんかタイでそういう事件ないのかな。これタイミング悪かったら死ぬよね、これね。まあね、そんな緊張感の中、ちょっとねこれでも飲もうかと思います。チャンビア、タイのビールですね。はい、乾杯。ああ、うまい。この味が薄い感じがすげえ好き。はい、で今日のあてはね、バナナチップス。いただきます。ああ、これなんか蜂蜜かなんか入ってる。甘いな。はい、おはようございます。今日はねちょっとまたホテル変えたんで、次のホテルにね今から向かおうと思います。天気いいな。はい、着きました。外観はねこんな感じです。なんかクラシックですね、建物が。クラシックプラスチャイニーズみたいな、そんな建物の作りをしております。なんかでもちょっと若干人気ないから怖いな。ロビーこっちかな。あ、プールがある。あ、プールじゃねえなこれ。ベネチア的な発想。あ、ちょっと中にカフェがあるっぽいんで休憩しますかね、ここで。感じじゃないですか。ケーキがある。ちょっとチェックインしますか。ちょっとチェリーチーズケーキにしようかな。昨日チーズケーキ食べれなかったんで。ピカ、I take the cherry cheesecake. Yeah. 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 これなんだろう。プールかな。なんか建物の横に水たまりがありますね。プールにしては若干浅い気がするけど。
どうでしょう。あ、でもプールか、入るとこがあるんで、これプールですね。はい、チェリーチーズケーキと抹茶ラテ来ました。ちょっとね、作業しながらつまみ食いしたいと思います。いただきます。あ、崩れちゃった。いただきます。あ、うまい。うん、はい、ちょっと今お部屋の方に連れてってもらってます。あ、なんか中もいい感じ。 Thank you。 わ、レストランかな。なんか東南アジアでたまに見るエレベーターのブランドです。日本だったらね、電機メーカーが作ってますけど、大手の。うわー、眺めがすげえいい。眺めいいというか、なんだろう、高台にあるのかな。結構ね、街が見渡せる感じです。あー、いい感じじゃないですか。あー、すごい、なんか爽快感がある部屋だな。市役所ビュー市役所ビューですね。シティビューの方が良かったな。市役所が丸見えっていうね。まあ、ベッドも大きいですし、いい感じですね。はい、ちょっとね、今プールサイドでくつろいでおります。で、このホテル、プーケットタウンにあるんですけど、一泊ね、あのクーポン込みで500バーツぐらいですね。日本円でだいたい2000円ぐらいかな。ですけど、まあクオリティがね、すごい高いですね。ラオスのホテルとか比じゃないぐらいクオリティ高いですね。で、今ね、ちょっとお昼ご飯食べてないんで、ちょっとご飯食べに行こうかなと思って検索してる途中です。はいはい、プーケットのね、オールドタウンに着きました。ここら辺がね、中心街なんですが、なんか、なんだろう、ナイトマーケットとか、ね、日曜のね、サンデーバザーみたいなのもやってるみたいなんで、まあ、ちょっとここら辺ね、プラプラしながらね、探索したいと思います。ちょっとなんかご飯食べれるようなとこがあったらね、もうフラッと入ってね、ちょっとお腹空いたんで、まあ、そういうのも探しながら歩きたいと思います。あ、もうここは車が取れないようになってますね。お、最高じゃん。プーケット感が半端ないな。なんかもう海だけじゃなくって、こういうオールドタウンもあるのはすごいありがたいですね。興奮します。まあ、建物がね、カラフルですごいいいですね。青とか黄色とか、おばちゃんの裁縫とか小物とか売ってますね。あ、でもなんかリゾートよりもこっちの方が好きかもしんないな。リゾートはもうほんとダラダラするぐらいしかないんで、こういう街の方が実は楽しいかもしれない。洋服屋さんですね。あー、いいな、手編みのバッグみたいなの売ってる。なんかちょっとお祭りっぽいな。みんな結構フリーダムだな、何でも売ってんな。かなりランダムですね。あー、布屋さんとかある。綺麗だな、女性ものの。あ、インド系のお店だ。なんかプーケットってこういう手作りのものがあれなのかな、人気なのかな。なんかちょっとハンドメイドっぽいやつとか、セカンドハンドクローズみたいなやつもいっぱいありますね。うわー、出た、ヒッピー T シャツ。これなんて言うんだろう、ヒッピー T シャツって呼んでるけど、なんていうやつなんだろう。うわー、味があるなー。建物がこのちょっと、なんだろう、昔の雰囲気が残ってるのがいいですよね。プーケットはどこだったかな、フランスの占領下だったのかな。てか、まあタイ全土がそうだったのかな。なんかもうここら辺は中国の文化とそういうなんかヨーロッパの文化が混ざってる感じがしますね。まあ、この建物の感じがね、なんかちょっとあんまりタイっぽくないですね。バンコクのチャイナタウンよりもちょっとなんか洋風色が入ってる感じします。インスタ映えスポットちょっと知らない人を撮るかちょっと、あー、こう賑わってますね。いやー、こういう小道最高だな。
いいな、プーケット。うわ、すげえ。なんだこれ。ポンティップオールドタウン。チャイニーズプリンのお店っぽいですね。迷うな。ちょっと、とりあえず中に入りましょうかね。カスタードマンゴープリンにしようかな。 OK 決めた。マンゴープリン、結局ね、マンゴープリンとタイティー頼みました。なんかインテリアがすごい独特ですね、ここね。プーケットのトゥクトゥク、クラシックか。お土産かな、これ何なんだろう、これ箱のね。あ、お土産かな。あー、なるほどね。お土産のクッキー的なやつですね。あとはお土産のお茶。はい、マンゴープリンとスイカトッピングでね、パイナップルいただきました。あとはタイティーですね。ちょっといただいてみたいと思います。杏仁豆腐ですね、完全に杏仁豆腐。うん、うまい。あ、これ杏仁豆腐の下にゼリーみたいに入ってますね。この透明なゼリーも入ってます。なんだろうこれ。あ、うまい。このゼリーがめっちゃいい味出してます。甘すぎない。ちょっとパイナップルも入れていきます。めっちゃうまいぞこのプリン。うん、パイナップルとも合う。あ、うまかった。ちょっとまた散策にね戻りましょう。あ、ちょっとお腹いっぱいだな。飯食ってないけどお腹いっぱいだな。食べ歩きしますかね。うわー、やばい。フードゾーン来ちゃった。何売ってんだろう。わー、餃子、チャイニーズ、めっちゃうまそうやん。しかも焼き餃子やん。日本人が大好きな焼き餃子、キングダンプリングだって。うわー、でも餃子食ったらな。ちょっと他にも一通り見ましょう。なんだろう、これはフルーツか。んホットドッグ。いやー、でも餃子うまそうだったな。串焼きですね。わー、ベーコンのえのきうまそうだな。これはなんだろう、あー、餅か。大根で作ったお餅かな。アボカド、あ、ジュースか。やーべ、天ぷら屋がある。屋台天ぷら、めっちゃうまそう。あとはイカ、イカ焼き、たこ焼き、スーシーもありますね。すごいね、屋台で寿司は食えないな。うわー、餃子にするかな、どうしようかな。あー、うまそう。これ好きなんだよな結構。さて、いやでもまだ餃子が1位だな。いやー、いろいろ食いたいけどね、お腹いっぱいなんだよね。ちょっとキャパシティには限界があるので。あー、このソーセージ、なんだろう、グリルフィッシュケークだって。ちょっと魚肉ソーセージっぽいですね。魚肉ミートボールみたいな。魚肉のつくねか。やば、買ってる。うまそう。うわ、こういうのもありだな。豪快。ポークリブか。うわ、めっちゃうまそう、ステーキ。全部食える。マンゴースムージーも行きたい。さっきのタイティー余計だったかな。アイスクリームもある。やばい。決まんないよ。これはパッタイか。いや、最高だな。意外にね、中心、おやー、やばい。焼きおにぎりある。焼きおにぎりが、焼きおにぎり最高じゃねえかよ。しかも焼き鳥って言ってるし。焼きおにぎりあるの。焼きおにぎりある。焼きおにぎり買おうかな。お姉さん、焼きおにぎり1個ちょうだい。焼きおにぎりちょうだい。Can put soy sauce? 焼き鳥ソース。オッケーオッケー。醤油じゃないけど、最高じゃねえかよ。プーケットに来て焼きおにぎり。こんにちは。最高ですね、焼きおにぎり。プーケットに来て焼きおにぎり食うとは思わなかったけど、最高ですね。ねえ。最高じゃないですか。旅行ですか。そうですね、旅行です。今から
いやいや、あのバンコクから、バンコクに住んでるんで。ここに住んでるんですか？あ、そうです。いいっすね。これ現実的に住むってなったら、どこら辺になるんですか？パトンじゃないですよね。パトンは住むとこないですもんね。パトンは住むとこじゃないですか？基本的にこのオールドタウン近辺でね。あ、いやいや、もう全然バンコク市内の中なんで。いや、でもな、いいっすね。俺焼きおにぎり大好きです。焼き鳥屋さんやられてるんですか？いや、ここで。ああ、いいっすね。マーケットばっかり回ってます。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。お元気で。焼きおにぎりゲットしましたよ。なんだろう、これ。あ、牡蠣？これ何？牡蠣？牡蠣？生牡蠣？生サーモン？これ絶対あなた、これプーケットさんじゃないでしょ。これノルウェーサーモンでしょ。うわ、牡蠣が当たりそうだな。うわ、焼き餃子最高。もうこれ永遠に見てられるわ。ちょっと買いましょう買いましょう。餃子食いたい。餃子と焼きおにぎりでもう一発決めたい。なんか博物館と教会のミックスみたいな感じの建物の近くで食べたいと思います。はい、とりあえずね、餃子と日本人のお兄さんが売ってくれた焼きおにぎり買いました。いただきます。ちょっとラー油つけすぎちゃったかな。うん、うまい。なんだろう、ラー油効いてんな。ピリ辛だ。めっちゃうまい。ちょっともうここで焼きおにぎりを頬張りたい。でもちょっとソースがついちゃうから、ちょっとこうやって食べます。うん、めっちゃうまい。なんか、焼き鳥のタレ塗ってくれたんですけど、醤油よりちょっと甘辛でうまいですね。めっちゃ甘い焼きおにぎり。餃子と合う。やっぱ餃子と米って最強っすね。うまっ。やばい、止まんない。最高だ。ちょっと、お腹いっぱいで苦しい。ちょっと腹ごなしがてらに歩きます。これ何、信号ついてんの？何かどうなってんの？これなんで渡んないの？渡るよ。うわー、出た、アイスクリーム。いや、でもお腹いっぱいだしな。困るなー、マジで。いやー、でもうまそうだな。どうしよう。本音だ、アイスクリームだって。めっちゃお腹いっぱいだからな。カフェとアートの街なのかな、オールドタウンは。アジア版ガウディ的なやつ。そうそう、ここね、なんかプーケットのウォールストリートですね。道光亭、ちょっとは中国っぽいですね。入ってみますか。完全に中華寺院ですね。なんか台湾に行った時にこういう寺院をね、いっぱい見た気がしますね。友達にお参りに連れてってもらいました。うわ、これ寄付で成り立ってんだ、これ多分。あの稲荷伏見のあの鳥に、ね、名前が書いてあるのと一緒のシステムっぽいですね。なんかね、スポンサーですね。すげえ、あ、でもすげえ立派じゃん。あー、でもなんかちょっと怖い人がいっぱいいるから帰ります。ちょっと裸でたむろってる人がいっぱいいたから、ちょっと怖かった。まあ一応外国なんでね。あ、いいっすね。これ帰りの道も最高っすね。この豪華な砦。いいっすね。マイ。ありがとう。どうもです。ウェルカムタイランド。これいいよね。黄色の壁になんか自由に描いちゃうみたいなね。あー、セラミック教室やってる。やりてえな今から。あ、でもダメか、乾かないか。時間がある人はね、セラミックでも作ってください。これジャッキーチェーンが登るやつじゃん。これ竹でできてんじゃん。ジャッキーチェーンがこれ登って上から落ちてくるやつじゃん。こんな感じなんだ、プーケット。竹で足場組むんだ。あの黄色い旗なんて書いてあるんだろうね。中国語書いてあるから読めないけど、なんて書いてあるんだろう。九皇大帝。何、王様？王様の話？いやー、俺こういうの好きなんよ。水路。これ海水なんかな？なんか中国みたいで好き、こういうの。アニバーサリーセントラル。75周年。
何が75周年だったの、公園フェスなんかいろいろ意味わかんないんだけど何これそれをはめてはまんない、これ何、全然盛り上がってない好きこういうの、全然盛り上がってないの好き、何やってんだろういやいいな、いやなんかもう盛り上がってない祭りとか寂れてるショッピングモールとか最高だよね、何やってんだろうマジで気になる、何やってるんでしょうかね、何でしょうかね、ミュージックフェスかな、いいな最高だなプーケットいやこのいいわ、カオスな感じ大好きだわ、これなんだろうねマジでね、急行抱いて、これなんだよ、この旗なんだよ、なんか大安売りみたいな色のねパターンしてますけど、なんて読むんだろうね、読めないね、大ヒッピー、大ヒッピー車売ってんだすごいなラブ&ピースだないいな最高だなプーケットヒッピーいるんだなんなんこれなんでこんな人気なんこれ車欲しいかなんかもうカオスすぎてよくわかんねえよ、車人気じゃんなんなんこれマジでいやいいな、バザー最高だな、バザーハマりそうだな、石バザーなんか買うものないけどなんかいいよね、みんな思い思いのちょっとエロいパンティーも売ってるし、ちょっとなんかみんな思いついたままやってるみたいなね、いいね最高だね、バーベキューカウボーイじゃん、カウボーイじゃん保安官がいるどういうこと自由やな、なんかもう最高だよね、コンセプトも何もないし、ヒッピーいるしさ、カウボーイもいるし、これ海に繋がってんのかな、ちょっと一通り見てみたんで次のエリアに行きますかね、はい、ちょっとねココナッツ買いました、開けてくれましたね今ね、これめちゃくちゃうまいですよ、あちょっとお支払いします、ココナッツあ、南国の味する、あやばい、こっちにも天才がいた、ちょっとね中心地から離れたとこにプーケット中央市場というものがあるみたいなんで、今はねそこに向かってます、なんか写真見た感じだとねすごいローカルなマーケットで、まあ庶民というか、まあ、住んでる方が買い物するような場所っぽいですね、まあ、観光地よりもねもうそういうところの方が興奮するんで、まあ行かないわけにはいかないってことですね、やばいよねこうなんだろう、闇というか知らない世界が広がりすぎてて謎を解き明かしたいですけどね、っていうなんかローカルなところは全然ね観光客が来ないんで情報とかもないですよね、結構閉まってますね、ほぼシャッターやってないのかな、なんか若干稼働してるお店はちらほら見えますけど、マジでこういうとこはねあんま来ることをお勧めしないですけど、この闇から闇になんか何が起こっても闇から闇に葬られる可能性があるんであんまりお勧めはしないですけど、個人的には大好きですね、何屋さんだろう、逆に何屋さんがやってんだろう、香辛料とかかな、やーべえ見たこともない、やべえ、なんて言えばいいんだろうこれ香辛料、いやー外国、あでも味の素売ってるあーなるほどね、なんかいいっすね、こんな文化圏の香辛料が混ざったみたいな、こっちもなんかちょっとやってますね、これもあのさ、これがなんか多分魚の出汁っていう概念があるんだろうね、このなんだろう、ナマズかな、ナマズの骨とかなんだろうね、なんか魚の燻製とか骨が干したやつとか売ってるから、まあ多分これでね出汁とか取るんだと思います、いやーすごいな、なんやろこれ、
然わからん。全然わからん。いやー最高だね。最高だね。メロみたいになってる。何？あ、猫がいる。猫は可愛いもんですよ。首輪ついてる。真珠のネックレスしてる。見えるかな？あ、猫怖がっちゃうかな？大丈夫かな？真珠のネックレスしてますね。マダム的なね。マダムかよ。バイバイ。何なんだろうな、これさっきから売ってる。くるみみたいな。食えんのかな？なんだろう、これ。なんかね、謎の商品がいっぱいある。わ、なんだこれ。サバじゃないよね。なんだろう、これ。ちょっとバラクーダ的な魚ですね。市場の外にまた市場がありましたね。なんか野菜メインな感じですけど、干物売ってますね。なんだろう、シイラかな？シイラっぽいね。シイラの干物。あと野菜がね、ナスビとか売ってますね。なんか知ってる野菜があると安心する。キュウリでかい。ヒラメっぽいです。味っぽいね、これね。だってね、英語ついてるから味っぽいですね。あとは何でしょうね。タイかな。タイの仲間っぽいやつとか。あとはこれなんだろうね。アジかな、これも。あとはエビとか売ってますね。みんなちょっとミャンマーの方かな？顔にね、あの日焼け止めのあれ塗ってらっしゃるから。ミャンマー系の市場かもしんないですね。ドラゴンフルーツ、みかん、アボカドとか売ってんだ。ミャンマーの人ってアボカド食うんだ。リンゴ、ザクロ、ブドウ、マンゴー、1キロ40バーツか？ 1 キロ40バーツだったらだいぶ安いな。この木みたいなやつは何なんだろう。山芋的なやつかな。完全に木だけどね。変なバナナ売ってる。なんか形が若干違う。なんか丸みを帯びたバナナ売ってますね。はい、これで一周したっぽいですね。適当にフラフラしてたらめっちゃすごいとこに着きました。すごい廃墟なんですけど。どういうことなんこれ。これは多分説明できないと思う。現代の科学では多分これ説明つかない。だって廃墟からのこうだから。何なんでしょうねこの場所。しかもこれね、あのかなりなんだろう、奥まった辺境の地みたいなところにあるんですけど、まあ百歩譲ってなんかビジネスがうまくいかなくて廃墟になったのはわかるんですけど、その横でこうなってる理由はちょっとわかんないですね。プーケット最高だわ。